会は東北大の、この3番を説明します。次の条件1に呼び出す正の整数 N を全て求めなさいと。N は素数であるか、または、R 個の素数の積、P は の積で表されると。で、シグマの N が72と。で、これが N が、1の場合ね、この N が1の場合は、シグマの N、このシグマの N が72というのは、これは1プラス N が72というのが71です。これは素数なので OK が、N が2以上の場合はね、どうなるかというと、N が2以上の場合は、シグマ N というのは、1プラス P は、1プラス P というのが表されるな。1プラス PR。PR やけど、これシグマ F というのは72で、で、これは、こっちの方は大きい。これ、2と入れたら、3の R 乗が、3の R 乗で72。で、R が、2にした時は9で、3の時は27。4の時はもうダメね。だから R は、2か3なんです。R は2か3。R が、2か3ということは、どうなるかというと、2の時はね、シグマの N が1プラス P1 と1プラス P2 が72やから、これ P2 が72やから、P1 と P2 はね、P1 と P2 はどうなるかというと、これは、2と2、3、2と23やな。4、3と17なんで、5と11か。こんな風になります。これね。こんな風になる。これは P1 プラス P1 が、これが3で、こっちが24。で、4で18。6で12やから、一つずつ減らしたらいいな。減らしたらこうなると。で、R は、3の場合はどうなるかというと、シグマ N の、1プラス P1、1プラス P2、1プラス P3 が、積が72ということだから、これが、P1 が2で、P2 が3で、P3 が5、6と4と3で、そんな形なんですよね。だから答えは N は35、40、50、55、55と71、最初が71と、で、これが、かけたやんな、かけたら、これかけたら46と51と55と。はい、終わりました。